ちゃ。こんにちは、豊さん。はい。いよいよアメリカ戦です。なんかあれだね、乗ってないね。何がですか。もう最大の山なんだからね。だからこうなんです。なんかちょっと心配な要素というか、どうしても落としたくないから、ちょっと神経質な感じになりますが、はい、はい。わかりました。はい。いよいよ、まあ、明日いよいよ、うん、ね。先発も発表になって、これはもう決定でいいんですかね。まあ、今日だね。うん。うん、もう決定、はい、侍ジャパン対アメリカ、はい、ね、先発が田中将大、ね、シェーン・バズ、シェーン・バズ、はい、で、まあ、マー君は、うん、こうアメリカに対して投げるのは、うん、もう最もその侍の中では慣れてるピッチャーだし、うん、まあ、メジャー経験豊富だしね、だからそういう意味ではすごく安定した、まあ、投球ができるかなという、うん、もうこれはただ最初からなんですかね、こっちは、はい、マー君のことはもう知ってるということだからね、はい、まあ、どういう球種があってどういうピッチングをして、どういう組み立てをしてくるかっていうのは知ってる、はい、でシェーン・バズ、このピッチャーはものすごく優秀で、うん、まあ、3A の経験でね、 3A で大体やってるんだけど、まだまっすぐが 100マイル超えてくる可能性がある、うん、で武器は高速スライダー、はい、95マイル、5マイルうん、ぐらいあるらしい。それはだいたい150ぐらいですかね、はい、うん、だからまあちょっと気をつけなきゃいけないピッチャーだなという、うん、だからこの2人の先発ピッチャーであまり決着がつくっていうことじゃないと思うんだよね。なんか膠着状態が続いていくっていうふうに思うんだよ、うん、で、まあ、両チームとも総力戦、はい、絶対に負けられない。まあ負けてもさ、金メダルがなくなるわけではない、まだね、まだないんだけど、うん、やっぱここには勝っとかないとさ、ね、最短5試合でもう金メダルを取りに行く、うん、ね、あと3試合、はい、ね、で最大の山ということで、はい、もう総力戦明日は、うん、まあ、両チームとも総力戦になると思う、はい、ということで、ちょっとミーティングをしたいと思いますが、はい、もうここに照準を合わせてたと言っても過言ではない感じでしょうか。まあ、日本もそうだけど、はい、アメリカもそうかもわかんないね、うん、やっぱ先発ピッチャーの立て方、先発、はい、まあ、満を持して日本戦に当ててきたというところを見るとさ、はい、やっぱり、まあ、照準は日本に絞ってきてるかなっていうふうに思う、うん、マー君が先発というのも、まあ、マー君もそうだよね、うん、アメリカに対してやっぱこう投げさせたいというね、うん、まあ、そういう思いがあって、思いが一致してる戦いだから、はい、まあ、相当こう面白い試合になると思うんだけども、はい、さあアメリカ戦、はい、ポイントとなることを豊かのミーティングでお願いします。はい、下位から上位、うん、どういうことかというと、アメリカの下位打線というのは非常に当たっていて、うん、それもね、特に9番バッターが当たってるんだよ。まあ、ホームランも打ったりとかもしてるんだけど、はい、上位に回ってくるとオースティンがいるんだよ、はい、でカサスっていう4番バッターが、はい、これも若いんだけどすごく優秀でさ、はい、だから下位から上位打線に回ってくるとどういうことが起きるかというと、はい、大量点になる可能性が強いということ、うん、だから打線を寸断してほしいということね。だからここら辺はやっぱり要注意、その9番にいる選手っていうのがもう、うん、まあ、アレンっていうあの選手が、はい、まあ、多分9番でスタートしてくると思うんだけども、うん、やっぱ、まあ、8番もね、8番で、まあ、そんなにアメリカ打線って結構触れてるんだよ、うん、だから、まあ、今名前を挙げた選手だけではないんだけども、はい、やっぱ下位から上位につながってきたらやっぱ大量点を失う可能性が出てくるということ、はい、で一発もあるしね、うん、だからそこら辺はやっぱりちょっと気をつけてほしい、打線を寸断してほしいという、繋げられないように、うん、はい、特に下位打線から上位にはね、うん、はい、で2番目、はい、日本的な野球に対応、はい、これはね、セーフティーバントとかやるんだ、ワンアウトランナー1塁で、はい、アメリカが韓国戦でもやってたんだけど、はい、セーフティーバントの構えをして実際にやったんだけどさ、でやろうとしてたんだけど、でここで注意してもらわなきゃいけないのはやっぱアメリカ野球の固定観念ってさ、やっぱこう打つだけとか、うん、そんな繊細なことをやってこないっていうふうに思ってるかもわからないけども、今年のアメリカのチームっていうのは結構ね、小技を使ってくるケースが多い。だからまあ特にセカンド守る菊池、これが急なセーフティーバントで一塁が飛び出す、ピッチャーが取りに行く、うん、一塁ベースが空く、うん、内野安打になる、うん、こういうことだけは避けてほしいんだよ。なるほど。だから頭に入れとかなきゃダメ。
日本的な野球に対応するということ、はい、日本的な野球はやってくるよということをやっぱ頭に入れといてほしいなっていうこと、はい、なるほど、はい、で超警戒、はい、盗塁と四球、四球デッドボールの方ですね、うん、はい、で盗塁も韓国戦で何回かやってんだけど、うん、はい、スタートがものすごくいい、あ、うん、なるほど、だから非常にもう常に狙ってるということ、成功率がそして高いということですか、成功率は高い、ただ日本のピッチャーのクイックと、まあ、甲斐がいるからなんとかここはさ防いでほしいなと思ってる、はい、うん、だから無駄な塁をやらないということ、うん、それとこの四球、はい、そのフォアボールじゃなくて四球、ボール、はい、うん、これはねインサイドに投げて当たってくるわ、避けない、避けない、はい、そのぐらいやっぱ真剣にやってる、勝つために、だからこういうことっていうのは怖い、なぜかというとそれでも塁に出たいという気持ちがやっぱアメリカチーム全体に起きてくるとやっぱそのチームは簡単ではない、倒すのは、だからここら辺はやっぱ気をつけておいてほしいなと思う、盗塁と四球、デッドボールで出て盗塁ということもあるということですよね、そう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 、で日本のデータはもう筒抜けですよと、はい、もう筒抜けということは韓国戦で、うん、バッターによって守備位置をものすごく大きく振るんだよ、はい、あんな守備隊形を取れるっていうのはやっぱかなりのデータを持ってないとできないということだよ、うんうん、でも打球方向だけではなくて、はい、一人一人の弱点だとかそういうことももう筒抜けになってるっていうふうに思って戦った方がいい、なるほど、ということは、はい、逆手に取れるっていう確率もあるから、はい、その向こうはデータしかわからない、そのデータとは逆をするということですか、逆をするということ、まあ例えばね、はい、こう左バッターが韓国の6番の左バッターが立っててもう大きく右に振ったんだよね、その網にかかったんだよ、はい、でも三塁手はショート守ってるし、うん、ああいうところら辺で起点を決めてセーフティーバントだとかそういうこともできるんだよね、うん、だからそういう意味ではそのデータの逆利用っていうのもやっぱ少し考えてほしいということね、うん、なるほど、はい、はい、でポイントは選手起用と青柳、まず青柳から説明すると、はい、コ・ヨンピョっていうね、うん、韓国のピッチャーが、はい、投げたんだけど、はい、やっぱり変則で青柳と同じような、まあ、アンダースローよりもちょっと腕は高いけども、うん、はい、まあ、似たような感じのピッチャーがいた、うん、で投げた、はい、である程度一回りはきっちり抑えることができたんで、うん、やっぱねそういう変則っていうのは慣れるのに時間がかかる、で慣れてきて4番にホームラン打たれるわけだけども、はい、だけど一回りは使えるということ、うん、青柳は、はい、青柳の状態にもよるけど、はい、だから明日の投手起用のポイントは俺青柳だと思ってるわけ、うん、だからここら辺をうまくどこで差し込むか、うん、でまあ選手起用って書いてあるけども、はい、青柳もその一人だし、はい、明日は先発ピッチャーもう一回見せて、先発ピッチャー、はい、まあマー君とシェーン・バーズっていうピッチャー、はい、うん、ここではね本当にねドミニカ戦のような膠着状態が続くと思うんだよ、うん、前半はで終盤だと思うんだよ、でこの先発ピッチャーが降りたところから動き出すかなっていう風な予想を立ててるのね、はい、そこで相手の要注意人物はこちら、はいになります、はい、少し先ほどにも出てきた選手ですが、うん、3番のオースティン、これはもう日本のね、はい、プロ野球ファンだったらもう知ってるけど、はい、DeNA に所属して、はい、やっぱホームランも打てる、タイムリーも打てる、うん、まあ、率も残せるという、うん、万能な選手なんだよね、はい、でこの選手はやっぱ当たってる、オースティンが、はい、しかも日本は慣れてる、慣れてるし球場にも慣れてるんだよね、そうですね、だから本当に要注意、はい、ね、でまた続いて4番のカサス、これもね21歳なんだけど、うん、優秀だわ、21歳で4番を任されてるという、うん、で、まあ、メジャーもうスター候補生、はい、でねどういうバッターかというと追い込まれたらノーステップにする、うん、で低めに対応しようとする、頭がいい、だからシンカーをホームランしたんだけどさ、はい、地面につきそうなのをやっぱライトスタンドに放り込むぐらいのパワーがある、うん、それとやっぱり率も残せるということでこの選手は要注意、はい、でさっき言った下位から上位につなげない、はい、9番のアレン、はい、この人もホームラン打ってるんだけど、はい、この人はスライダーを打ってる、うん、ね、
小柄なんだよ。小柄なんだけどやっぱパワーも秘めてるということで、はい、やっぱり要注意だね。まあ、他にも当たってるバッターいるけども、はい、やっぱこの3人はやっぱ気をつけなきゃいけないし、はい、この3人っていうのは下位上位でしょ。こっからここにつながった時にはやっぱ対応点を失うから要もう注意してほしい、うん、要注意人物ね、はい、で韓国戦に投げたジャクソン、ゴース、ロバートソン、はい、これが7回から9回をのおそらくリリーフ陣だと思うんだよ、はい、だからまあ言えば勝利の方程式と、うんうんうん、でロバートソンっていうのが多分抑えなんだと思うんだけど、はい、やっぱこのピッチャーもやっぱスライダーがいい、うん、で韓国のバッターがスライダーをビュンビュン振ってた、はい、ブン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 振ってただから気をつけてほしいということと、はい、で総じてクイックが遅い3人とも3人ともだから走れる、うん、十分に走れる日本の、うん、はい、だからこれなんでこう上げたかというと、はい、まあ、さっき言った終盤にゲームが動く、はい、で勝負どころが来る、はい、ということでこのピッチャーを上げたんだけども、うん、まあ右左右ね、うん、ここをポイントだよと選手起用、はい、この選手起用、まあ源田とか出てないけど、ダイソーでしか、うんうん、出てないけどもやっぱり守備で使うのか足で使うのかとか、うんうんうん、よーくプランを練っといてほしい、うん、ね、はい、その起用がポイントの一つってで代打も必要、うん、だから回の時にまあ回が当たってるから多分代打出さないかもわからないけども、はい、やっぱ代打の出すポイント、はい、で守備位置はどうするのか、でも源田を使いたい守備で足の使える選手がいなくなったんじゃ話にならないから、はい、やっぱよーくシミュレーションと読みを後半に置いとかないと選手が足りなくなるということ、うん、ということは明日はもう本当に総力戦、はい、もう事実上の決勝戦と言ってもいいよね、うん、金メダルがどっちを取るかっていうことが明日なんか分かるような、でもノックアウト方式なんでしょ、負けてもまだいろいろチャンスあるから、はい、まあ、まあ落ち込むことっていうのはないと思うけども、はい、でもまあ負けるよりは絶対勝った方がいい、うんうん、ね、でもね、それからの試合もこう流れが変わってきますね。そう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 、でもアメリカは手強いと思うわ、うん、今までドミニカ、メキシコとやったけども、はい、あんなに簡単にもいかない、明日本当に日本の力が試されると言ってもいいよ、うん、だから楽しみでしょうがないね、今日ね、今日ですね、今日、うんうん、今日の19時から、はい、ね、横浜スタジアムで、はい、テレビ局は分からないどこでやるか、でもそのゲーム終了後にはまた反省会とか、そうですね、豊かのミーティング反省会バージョンがありますので、ね、そう、反省会バージョンがありますので、はい、ご覧ください、はい、ね、楽しみですね、はい、セカンドチャンネルは大谷翔平のことを、ね、からいろいろ話しましたね、そうですね、はい、恋の主も出てるんで見てください、私ですか、私です、はい、はい、じゃあ応援します、頑張ってください、はい。